キングトップガンは日本の競争馬主な勝ち倉に2011年メグロ記念、箱立記念。2006年6月のデビュー。以降、翌2007年までに条件戦などで4勝をマーク5歳となった2008年春に準オープンを勝ち上がり、オープンクラスへと昇級する。デビュー当時は、ダート中距離を使われてきた同馬であったが、 管理調教師であるサメ島は、実績は、ダートにあるけど、フットワークを考えれば、芝の方が合っていると評し、昇級後はほぼ芝の中長距離でのレースが、定着化する。オープン入りを果たしたもののその後は、ダート OP 特別競争での三着が一回、あるのみで二桁着順を、幾度も繰り返すなど苦戦を続けた、キングトップガンは、2010年夏に二度目の骨折が、 判明。バシュラとの協議の結果、陣営は、当時7歳という高齢馬であった同馬の内視鏡手術へと踏み切る。この決断が、後の役師にへとつながる。翌2011年初頭の復帰後も、依然同様に凡走を続け、年齢的なものを感じるという諦めの声も上がっていた、キングトップガンであったが、大阪。 ハンブルクカップにて18頭中18番人気という低評価に反発し、2着という結果を出し関係者を驚かせてから成績が一変し始める。似たような条件のここで走れば、本物と出走したメトロポリタンステークスでも、僅差の内容、さらに、降雨で、ババが渋れば、プラスと送り出したメグロ記念ではその思惑通りババが悪化する中、 三年ぶりに五十一キロで乗ったという、横山のり騎手を背に、重症初勝利を記録。瞬発力はないがしぶとさで勝負する、タイプと評されていた本馬に、軽量ハンデと先行策から早め抜け出しの先方が、合わさった勝利となった。キングトップガンは続いて出走した箱立記念も、制覇し、重症に連勝をマーク。暑さを避け涼しい時間に調教を施し、 約2年ぶりに背負う、金量54キロの対策として、長教離の蔵を重くするなど関係者の努力が実った一戦となる。その後は、芝の中長距離競争で、盆走を続け、ダートにも挑戦したが勝てず2012年11月21日に、競争馬登録を抹消された。引退後は、福島競馬場で乗馬となり、誘導馬も務めた。 ありがとうございます。